はい、こんにちは、シタローです。今日はですね、六本木にお散歩にやってきました。最近ついてるインスタ 360YX2 の撮影テストということもあるんですけど、こちらで開催されている石塚源太郎さんの「オン・ドゥ・ラトワール」という個展を見に来たということもあります。ちなみに今日の手ぶらスタイルはこんな感じですね。 GP16 のネックレス部分の台座の部分をバックパックの紐のところにつけてみました。 YX2 は同じような形で取り付けています。むしろこの方が自然な感じでいいんじゃないかなって気がするんですけどね。個展の内容は写真展なんですけど、どうも見る限り、ル・コルビュジエ、私も好きな建築家のル・コルビュジエの作品の写真を出してるみたいですね。で、オン・ドゥ・ラ・トワールって何のこっちゃって話なんですけど、なんかフランス語で波状のっていうふうな意味らしいですね。なんかググったらちょっと同じような言葉が出てきました。正確にはこんな発音だそうです。Ondulatoire。日本人の耳にはちょっと分かりにくい発音ですよね。で、それを見つつ、帰り際に久しぶりに六本木の街並みを、YX2 のセディモノ使いながらまたテスト撮影しようかなと思っている次第です。確かこの2階ではないかと。ああ、あそこかな。じゃあ行ってみましょう。そんな広くはないですが、全体的にこう白くて清潔感のある、六本木らしい洒落たギャラリーでしたね。シンプルな壁と相反して、天井のあたりが武骨感を表している、こう配管むき出しっていうのは、よくあるパターンですけど、なかなか良い感じではないでしょうか。ああ、そうそう、言い忘れてました。このオン・デュ・ラトワール展示は3月の31日までだそうです。それでは少しこの周辺を撮影テスト兼ねてぶらついてみます。ここの場所は六本木の駅降りて六本木ヒルズの割とすぐそばなんですけど、あんまりこっち来ることないんですよね。どちらかというと六本木来るとしたら、そうですね、国立新美術館のある東京ミッドタウン方面とか、大体そちらの方が多いかもしれません。それでも最近ずっと来てなかったかもしれない。
やっぱり街歩きは楽しいな。ね、ずっとここ2年ほど、2年以上か、まあ、コロナの影響もあってあまり都心に来るっていうのはちょっと怖かったっていうのはありましたからね、さほど来る機会がなかったんですけど、少し街中を歩くことは、特に人が多いところは歩くことを避けていたっていう部分もあるんですが、さてやってきました六本木ヒルズといっても、六本木ヒルズって私森美術館ぐらいしか来たことないんですよ。あんまり買い物もすることないもんですからね。ところで 1X2 のステディモード撮影なんですけど、前回のそのやり方等に加えて、今回さらに編集ソフトの方で一手間加えたことでやってます。それについてはちょっと別動画でもっと詳しく作ろうかなと思ってますけど、だいぶ画質も良くなってきたんじゃないかなとは個人的に思ってます。インスタ360スタジオの方の書き出しの時にはビットレートを最大値に上げてプロレス書き出しっていうのは結構構想してますし、で今のさらにその編集ソフト側で疑似 4K モードみたいなもので作り直してるんですね。まあ、これによってだいぶその見栄えというのは良くなってるっていう気はしますね。そう、この雲のオブジェの下を歩くっていうのはもうお約束にはなってますが、そういえばインスタ360といえば、先日 R1R の新タイプの RS っていうのが出て、まあ出た瞬間からまあ海外の YouTuber とか、まあ国内のガジェット系の YouTuber の動画とか見漁っていろいろ研究してるんですけど、まあ気になりますね、ちょっとね、あれ良さそうだなと思って触手動きかけてる部分もあるんですが、ちょうど今個人的な財政部分で厳しいところがあって、でおまけに DJI アクション2とか、今Amazon とか公式サイトでかなり割引されて売ってるから、そっちも気になるんですよね。でもとか言いながらのこの 1X2 のステディカムモードでのより高画質とかやってて、これはこれでもいいんじゃないかっていう気もするし、いろいろ迷い事が多くて困ってしまう部分ではあるんですけど、どうしようかな。でもこれから暑くなってくると、さすがに手ぶらでバックパックにつけてやるにしても、まあ T シャツの上からつけるにしてもですよ、やっぱり小型で軽い方がいいと思うんですよね、どう考えても。だそれだったらとりあえず DJI アクション2買ってみようかなっていう風な形に入れてる部分はあるんですけどね。ただね、1RS っていうものは 4K レンズつけたり VR レンズつけたり1インチレンズつけたりといったこう分離交換タイプの点がすごく注目されてるとは思うんですけど、 RS になったことで、まあ、モジュラル部分がかなり強力になったということらしいんですけど、 4K モジュールの画質が良くなってるんですよね。だそれで見て 4K 映像の品質を見た場合のコスパっていうのがなんか僕は一番魅力を感じるんですよね。まあ GoPro ほどではないにしても、かなり GoPro に近いレベルの品質で、その 4K モジュールだけだったらだいぶ値段が違うわけでしょ。だその辺が個人的に機種の一番強みを感じるといったところはありますね。だから戦略的には手近でアクション2手に入れておいて、
秋以降に GoPro11 が仮に出たと してですよ、まあ多分出るんでしょうけど、出たとして、でそれでその 1RS がそれに なんて言ったらいいのかな、 1RS 自体大きく変わることはないと思うんだけど、本当に例えば希望的な話として、8K レベルでの360度カメラモジュール出たとしたら、まあ、仮に出たとしたら、そのタイミングでどちらか判断するっていうのも手かなとかいろいろ考えたりはしてるんですけどね。まあですから全ては本当に360度 8K モジュール期待してます。出してください、インスタ360さん、よろしくお願いします。さあそんな中、3月の最終週、いよいよ怒涛の桜撮影の日々が始まります。今年も気合い入れて5軒ぐらいは行ってみたいと思うので、体と懐のメンテナンスに十分注意しながらやっていきたいですね。それでは今日はこの辺で、さようなら。